マリカ・アナスタシャ、6歳の誘拐事件は2022年12月7日に発生しました。捜索を行った後、犯人とマリカの写真を示す CCTV の映像がその場所周辺にあります。CCTV の映像では、加害者はケンタッキーのフライドチキンを購入した後、法取引車に乗るためにマリカと歩いていました。中央ジャカルタ地下鉄警察、ホルリズの捜査官は、中央ジャカルタでのマリカの行方を追跡し続けています。2022年12月30日、警察は、その地位を調査に引き上げ、誘拐犯とされる人物を特定した後、誘拐の加害者に対する指名手配リスト、ソコを発行しました。マリカは月曜日、2023年2月1日の夜、警察によって最終的に発見されました。マリカはタンゲラン地域で誘拐犯のイワン・スマルノと一緒に発見されました。検索プロセスに時間がかかるのは、被生者の不鮮明な写真の制約によるものです。加害者はまた、住民が彼女を見ないように、マリカをカートに入れることがよくありました。汚職根絶委員会 KPK は、パプア州アベプラ県のセンタニ空港でルーカス・エネンベの逮捕を強制する努力をしました。ルーカス・エネンベは、マナドに向かう途中でセンタニ空港に連行され、治安部隊の下でジャカルタに連行されました。医師と看護師も同行した。ルークは、バンテン州タンゲランのスカルノ・ハッタ空港に 20.45 ウィブで着陸しました。ジャカルタに到着すると、ルーカス・エネンベは中央陸軍病院で KPK チームと一緒に健康診断を受けます。ルーカス・エネンベは以前、2022年9月初旬からパプア地域予算に由来するインフラプロジェクトに関連する賄賂と謝礼の疑いで容疑者に指名されていました。しかし、ルーカス・エネンベは逮捕されていません。KPK は、ルーカスが病気であると主張し続けたため、ルーカスを検査することさえ困難でした。一方、パプアの情勢も過熱している。マグニチュード7の2つの地震がほぼ同時に2つの地域を揺るがしました。西南東マルクは、火曜日、2023年10月1日、047ウィブに M7.9 を測定する地震によって揺れました。一方、2023年8月1日、日曜日の夜、南太平洋の国バヌアツでもマグニチュードの大きな地震が発生しました。12,189 平方キロメートルの面積を持つ国は、M7 を測定する地震によって揺れました。地震発生後に津波警報が発令され、警戒の脅威レベルでした。しかし、津波警報は43年3月ウィブに終了が宣言され、一般市民は通常通りの活動に戻るよう促されました。マグニチュード 7.5 の地震が火曜日、2023年10月1日、マルクのタニンバル諸島を揺るがした後、新しい島に似た小さな平野が海岸近くに現れました。地震後にタニンバールに新しい島を形成する平野が出現したのは、地域的な変形が原因である可能性があります。